学習発表会についてなんですけど、提案がある人がいれば手を挙げてください。学習発表会は植物の観察をするのがいいと思います。どうでしょうか。小学生じゃねえんだから。私は大賛成だよ、六道くん。工藤が言うなら六道くんの提案がいいと思います。これっすかね。違うよ、葉っぱの形全然違うじゃん。おさなだ。ん？この部屋どうにかなんねえか。何？まずは話を聞け。これだけ苦労してこの話取り付けたと思ってる。鬼島連合だぞ。どうしちまったんだ、おさなだ。やんなきゃ発表会できなくなっちゃうじゃん。ここは読めないことにした。あ？私たくさん友達ができたんだ。あ、授業が始まる。でも来てたのか。違うんです。うるさい。ちゃんと説明しろ。俺は見たぞ、そいつらが育てたカサブランカじゃねえ。あっ、うそ。のサナさん大丈夫？火山が。何がやってんの？サナダさんがみんな。おサナダはうちのトップだぞ。化け物だってな。違う。やっとわかった、この気持ちが何なのか。これが恋なんだね。私、六道が好き。なんだその女は、本当に18歳か。やんのかてめえ。やれよ、おさん。俺は相手が女だろうと普通に。ランナさん、風邪ひいちゃうよ。大丈夫。ランナさん、僕のとんでもないわがままを聞いてくれますか。おさなださんを悪い人たちから助け出すのを手伝ってください。はい。絶対に怪我をしないでください。俺らの仲間の印だ、お前のだ。てめえ誰だこら。六道の観察をテーマとした学習発表会を始めたいと思います。くそ、黙らせろ。何者なんだあの女は。調子に乗んなよ。絶対に怪我をしないでください。あっ、黙れ。うまい。わかんない、どうすれば。折れねえんだこいつ。たま、綺麗に生きればいい。自分でわかるだろう、あれは悪なんだよ。ま、それがどうした。学校でみんなと一緒にやり直そうよ。うん、ごめん黒方、私学校行きたい。なんで。全員退避せよ。大佐、裏口から脱出するぞ。飯沼くん、諦めるよ。で、六道にはひまわりランナがいるもんね。好きな気持ちを教えてくれてありがとう。この道はどこまで続くの。どこまでも続く幸せな帰り道だ。